目の平均台の演技に入っていますが、今日はこの後男子が跳馬、平行棒、鉄棒、そして女子の方は平均台、ゆかと続いていきます。それでは男女の種目別後半の演技をたっぷりとご覧ください。出てきました。さあ小菅選手の平均台です。なかなか入りもいいですね。はい、世界選手権でも平均台安定した演技を見せてくれましたので、今日も期待したいですね。はい、ここは小菅選手の見せ場なんですね。はい、後方伸身宙返りの3回連続という国際的にもまだ数少ない連続技です。はい、女子の方の出場資格は12歳から15歳までになっています。小菅選手は15歳、高校1年生です。アメリカ・インディアナポリスで行われた世界選手権では女子の個人総合12位という好成績を挙げました。相当あれが自信になっているようですね。そうですね、昨日も私演技を見させていただきましたけれども、はい、もう15歳、ジュニアというにはもうベテランにも入ってくるような落ち着きのある演技になってきましたね。そうですね、平均台も安定した演技を見せています。小菅真理、140センチ、35キロです。連続ですね。もう一つの後方伸身宙返り、両足立ちですね。平均台ゼッケン1番ディアナ・マルツァードイツ。昨日の個人総合ではこの大会17年ぶり、岡崎里子選手以来17年ぶりの優勝を果たしています。さあ小菅フィニッシュに入ります。フィニッシュはムーンサルト見事に決まりました。やはりもう内容は国際に十分通じるものがありますね。そうですね、はい、いい演技ですね。ここは後転跳びから開脚のジャンプのシリーズのところですね。はい、さあここからが小菅選手のフィニッシュなんですね。ロンダートから屈伸のムーンサルトです。誰ですか。着地がちょっと惜しかったですけどもね、はい、しかし素晴らしい演技ですね。はい、ね、はい、小菅選手見事な演技で得点が 9.800 と出ています。東出さん、はい、大隈さんどうぞ。この小菅選手ね、先ほど自信が出てきたんじゃないかという話ありましたけれどもね、世界選手権を経験して本人の言葉ですと、前よりあまり緊張しなくなったという話なんですね。年齢は低いんですが演技の内容は素晴らしい演技が続いています。国際ジュニア体操平均台は現在ドイツのリアナ・バルツァー選手が終わりまして、最後チェコスロバキアクハル・チーコワ選手が演技を行っています。種目別は個人総合の得点順に8人が出場していますが、すでに7人が終わりまして、現在8人目、最後の選手のチェコスロバキアのクハルチーコワです。これまで7人が終わってソビエトのコチェトコワが 9.875 でトップ、日本の小菅真理が 9.800 で第2位につけています。さあ最後のクハルチーコワ、チェコスロバキアです。14歳の選手です。まあ、チェコと言いますと加納さん、世界選手権でも団体が14位と日本と同じぐらいのレベルでしょうか。そうですね、はい、今もう技術的に並んでいますからね、まあ、この選手は14歳という割にはもうほとんどこう大人っぽい雰囲気を備えたもうシニアの選手のようですね。そうですね、この人も世界選手権に出てましたね。はい、チェコスロバキアのクハルチーコワ選手です。女子平均台の競技を終わります。選手個人総合では7位に入りまして、今日の種目別に進んできていますチェコスロバキアのクハルチーコは、これで女子の3種目跳馬ですが、女子の跳馬では小菅選手が優勝しました。得点が 9.750、 昨日個人総合で優勝、そして今日はこの跳馬で優勝と2つ目の金メダルですね。
界選手権12位の自信を大いに見せつけています。そして段違い平行棒ではこの人ソビエトのポセトコワが優勝しています。実に大きな素晴らしい演技ですね。これまで終わりました。放送に入りませんでした前半の各種目の優勝者をご紹介しました。さて女子のゆかの方は演技が始まっています。ソビエトのジーナ・ポテトコワ選手です。今日は段違いと平均台に優勝しています。この選手は昨日小菅選手と接戦をしてましたの で、 そうです、ね、やはりもう力は十分ですね。個人総合で 0.025 わずかの差で第2位に終わっています。非常に小柄な選手なんですけれども、こういう表現力がものすごくいいですね。そうですね、はい、ジュニアの大会ですから、割と自分にこもりがちな演技をする中、この選手はもう見せる演技をしてますね。なるほどね。14歳で137センチです。ソビエトのジーナ・コチェトコワ、最後のフィニッシュは2回宙返りですね。なかなかいい演技を見せてくれましたソビエトジーナ・コチェトコワ選手です。ソビエトチームは他のチームよりも来日が1日遅れて一昨日の夕方だったんですが、来てすぐ練習をしましたね。もうこの大会に備えてましたね、はい。まあ政変などがありましていろいろ揺れ動いているソビエトですが、はい、しかし選手たちの意気込みは変わっていないようですね。そうですね。種目別女子のゆかは4人目の選手の演技が行われています。ルーマニアのアリーナ・ラザルです。すでに3人の選手が終わっています。3人が終わった段階で中国のヨウ・リッピン選手が 9.800 で現在トップにつけています。このダザル選手の後に日本の小菅選手が演技を行います。昨日の個人総合では第3位でした。ルーマニアは世界選手権でも3位と奮闘しましたので、はい、やはりもうジュニアの時代からの強化が伺えますね。この選手もかなりもうこれから期待できそうな、もうすでに筋肉もついて出来上がっている感じがしますね。まだ14歳なんですがね。そうですね、もう女子の場合はもう早い時期からの強化ですからね、13、14ではもう出来上がって、これから国際の経験でオリンピック世界選手権に対抗していこうという。そうですね、はい、女子のこの大会の出場資格は12歳から15歳までですが、15歳になりますとオリンピック世界選手権に出られます。はい、出られます。さあ小菅真理選手が登場してきました。今日は昨日の個人総合に続きまして最初の種目跳馬で優勝を飾っています。種目別2つ目の優勝を狙います小菅真理。この小菅選手のゆかもなかなか見応えのある演技が続きますね。そうですね、恵まれた瞬発力の力強い足腰を持ってますので、はい、世界に引きを取らないタンブリングが期待できますよ、はい。個人総合の時には 9.825 を出しています。日本の小菅真理です。先ほどのルーマニアラザルの得点が出ました 9.850 です。したがってこの得点を上回りたい日本の小菅。ファーフロムオーバーの曲に乗って演技が始まりました。ここですね、テンポ中外辛口のムーンサルト、
はい、決まっています。ムーンサルトも前方宙返り、あるいは前方宙返りからのシリーズからされる時代になってきましたし、そうですね、新進の2回宙返りですとか新進のムーンサルトまでトップの方は出てきてますね。はい、そういうこともありまして、ジュニア大会でもほとんどの選手が1本目にはもうムーンサルトを入れてますよね。はい、そういうところではやはり日本の選手もこれからも難しいよだと言わずに、もうこれだけの選手がやっているんですから、どんどん果敢にチャレンジして、しかもこういう表現力も豊かに練習を積んでほしいですね。はい、小菅選手はその表現力も豊かになってきましたね。そうですね、ここ 1,2 年でかなり良くなってきましたね。はい、もう技の難度としては世界のトップの難度を持っています小菅まり。杉村女子高校の1年生、朝日生命体操クラブの小菅まりです。ムーンサルト良かったですね。着地まで、はい、もう最初と最後をムーンサルトで締めてますから ね、 そうですね、はい、特に最後のムーンサルトというのは立派ですね。そうですね。さあ果たして 9.850 が出ますかどうか、どうでしょう。これはテンポ宙返りから連続 で、 です、ね、少し足の開きが気になりますね。そうですか、はい、とにかく世界のヒノキ舞台で日本からただ一人女子の個人総合決勝に進みまして12位という素晴らしい成績を上げました。はい、またあの自己の自信とまたそういう世界との差を感じなくなった、そういうことがもう素晴らしいですよ ね、 そうですね。これからも、ま、もっと前向きに、もっとその差を縮めて、もう体操日本まだここに頑張ってるんだぞということを見せてほしいですね。はい、そうですね。団体で13位でしたので団体ではバルセロナオリンピック出られませんが個人参加はできますからね。はい、9月の10日に、あ、得点が出ました。 9.825、 わずかに及びませんでした小菅まり。現在5人が終わって第2位につけています。小菅まり現在第2位です。3年後には池谷さんと勝負をするようになるかもしれませんね。そうですね、はい、はい、さて女子の方は床の演技です。中国の呉行麗選手です。8人が出場している種目別床の演技、7番目の選手です。これまで6人が終わって、現在トップがルーマニアのラザル、そして第2位に中国の楊琳琳がつけています。第2位は日本の小菅がつけています。今回2名の中国選手来てるんですけれども、とても個性があって、しかもまだそんなには強くないんですけれども、将来がとても楽しみな素材を持っている選手たちですね。はい、まあ、ご覧いただければ分かると思うんですけれども、手足が長くてとても柔軟で、まあ、まだまだ弱さを感じるんですけれども、強化次第ではまだまだ上位に行く可能性がありますね。はい、最後の今の2回宙返りなども高さが随分ありましたね。そうですね、中国の女子選手はもう柔軟性と、あとはもうとてもさっきの池谷選手の話じゃないんですけど、指先まできちんと伸ばしてきちんと足を閉じて演技をするということがもうしっかりできてるんですね。なるほどね。足を開いて行う選手が多い中、この選手は足をきちんと閉じて2回宙返りやってますから ね、 そういうところを評価したいですね。はい、14歳中国の呉行麗です。中国のジュニア選手権では上位に入っています。ミスのないいい演技を行いました中国の呉行麗。まあ、今はこうちょっと緊張した表情ですが、普段はとても可愛らしいんですよね。そうですね、中国の選手、とても愛嬌があるんですよね。はい、さあ得点が出ました。 9.675 です。 9.675、 まずまずの得点でした中国呉行麗です。さて女子の種目別最後の演技、床の最後の演技はソビエトファブリチナバです。
これまでトップがルーマニアラザルの 9.85 ですので、それ以上の得点を出しませんと金メダルにはなりません。さあ最初のシリーズです。おっと、ちょっと失敗しましたね。不審のムーンサルトでしたけど、はい、手をついてしまいましたね。まあ、この選手はこの大会参加選手なんか一番小さいんじゃないんでしょうかね。身長が132センチですね。体重が26キロですよ。はい、小柄なんですけれども、まあそれの独特のバレエ仕込みのトレーニングの成果、こんなに小さい選手でも自分をこれだけ表現できるのかなっていうところも本当に素晴らしいですよね。はい、さあ2本目のシリーズに入ります。天候違いに2回連続から抱え込みに対しますね。ソビエト国内の強化選手の一人です。ヨーロッパのジュニア大会には何回か出ています。さあ最後のシリーズ2回宙返り、ね、もう一人のコチェトコワ選手から比べると少し力が落ちるような気がしますけれども、はいはい、小さい体をフルに活かして演技してくれますね。はい、一生懸命演技を行いましたソビエト、オクサーナ・ファブリチナバ選手です。以上で13歳です。女子ゆかの競技を終了いたします。まだまだこのダイナミックさには欠けますが、しかしそれぞれの技をきちんとやってますね。そうです。そういう、まあ、ジュニアの時代になかなか技に走ってしまう選手多いんですけれども、やはり基礎をきちんと、はい、そして一つ一つの技を丁寧に練習していくことが大事でしょうね。はい、これで女子のゆか8人のすべての選手が演技が終わりました。ソビエト、ファブリチナバ、最後の選手の得点を待ちます。果たして何点ぐらいが出ますか。 9.85 はどうでしょうか。ちょっと難しいですね。そうですか、はい、最初のシリーズのね、ムーンサルトのところでちょっと手をついてしまいましたからね。あれはもう5分は取られると思いますね。 0.5 点の減点は取られると思いますね。そうですか、さて小菅選手に大熊アナウンサーがインタビューをしてくれます。大熊さん、はい、競技あったソビエト、あるいはルーマニアですね、はい、そういうところのジュニア選手っていうのはやはりもう小さい頃から強いですから、そういう選手にもっともっと勝てる選手が、まあ、小菅選手のような選手がもっと増えてくれば、はい、日本もこの間のような残念なの体は小さいんですが、とにかくもう演技の内容は高度なものを持ってます。それをこう一つ一つね、世界のレベルに近づけてもらいたいですよね、はい、そうですね、そしてやはりもう今技術的に難しい演技をしなければいけないんですから、はい、かなり精神的な部分も必要になってきますので、まあ、小菅選手から感じられるように、聖なる闘志、あるいはもう表に出てくるような闘志でもいいんですけれども、そういうものをぜひ持って自信を持って演技してほしいですね。そうですね。そしてフロアで見てもらいました池谷さん、はい、ソビエトの選手みんなよく頑張ってくれたと思いますよね、はい、2番まで入ってもらえたっていうのはすごい僕としてもやっぱり嬉しいですね。そうですね、はい、池谷さんも来年のオリンピックぜひ頑張ってください。はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。解説は マッキントッシュ全国競輪施工者協議会共和発行日清食品とご覧のスポンサーの提供でお送りします。世界の一流選手14カ国35人の選手が集まりまして91中日カップ国際体操競技大会は大会2日目種目別選手権が行われております。昨日行われました個人総合選手権のそれぞれの種目の上位8人の選手が出場いたしました。持ち点はありません。今日優勝が決まるわけでありますが、
解説は梶山博さんと、そして望月のり子さんにお願いをしております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。梶山さん、はい、男子の方はですね、やはり昨日の個人総合優勝者のコロブチンスキーと、それからソビエトのボロパエフですね、はい、この2人が強いですね。はい、まあ、あの技自体がですね、やはり大きなものを持ってますんで、はい、これからしかし日本も平行棒、鉄棒あたりでちょっと期待がありますね。はい、まあ、畠田君、あるいは西川君、はい、あるいは知念君、あの昨日も個人総合でも高い得点取ってますんで、はいはい、あの非常に楽しみにしてます。そうですね、はい、女子の方は現在ゼッケン3番、これは中国のリエンという選手であります、はい、中国のナンバーワンの選手で、12日に行われました全中国大会で見事に個人総合優勝を飾っております。さて望月さん、はい、女子の方はですね、はい、ボギンスカヤが左足を痛めておりまして、ね、あまり調子よくなさそうですね。そうですね、あの楽しみに来て、あの楽しみにしている選手、あの人たちが多いと思うんですけれども、はい、ちょあの得意の床運動では、うん、あの危険ということですので。ただこの平均台では2番目に演技を行っておりまして 9.862 で現在のところトップに立っております。はい、そして日本の小菅が終わりまして、まもなく中国の李艶選手がこれから平均台の演技を行います。最後に昨日個人総合優勝を飾りましたオノディ選手も登場してまいります。それから跳馬の方ではですね、世界選手権で金メダルを取りましたユー・オクユル選手がまもなく登場いたしますので、それもご覧いただきたいと思っております。さて中国の李艶選手であります。非常に体が大きいですから、はい、あの雄大な演技が見れると思います。はい、プロポーションがいいですね。はい、入り技も綺麗に決めました。顔立ちも大変良くて、非常に中国では人気を博している選手であります。女王にふさわしい風格を持ってます。はい、そうですね、はい、現在のところボギンスカヤの 9.862 がトップであります。種目別後方の宙返りも決まりました。1m20cm、 幅は10センチしかありません。この選手はそう大きな技はないような感じもしますが ね、 そうですね、安定感がありますので、はい、ええ、その点で評価されているんだと思います。どちらかと言いますとミスがあまりありませんで、まあ、オールラウンドのプレイヤーで得点していくというタイプのようですね。そうですね、試合が終わったばかりということで少し疲れているんでしょうか。今回はあまりいい演技が見れませんけれど。そうですね、はい、中国のナンバーワンになりましたこの李艶選手です。12日に試合が上海であったそうですが、それからこの名古屋に来ております。あの最近は中国の選手も若い選手が増えておりますけれども、こういった、はい、こういった大人の演技をする選手が、うん、やはりチャンピオンについてほしいと思います。そうですね、はい、さあフィニッシュです。後方の抱え込みの2回宙返りです。無難にまとめたっていう感じはしますね。あのちょっとキレが悪くて重たいような演技だったんですけれども、はい、あの大きなふらつきもなくよくまとまっていたと思います。はい、という李艶選手の演技をご紹介いたしました。すでに女子の方を出てまいりました。昨日の個人総合優勝者でありますヘンリアッタ・オノディであります。とってもね、可愛らしい選手ですね。そうですね、ファンもたくさんいるようですので、はい、注目です。あの世界選手権では失敗しちゃったんですよね。そうですね、第一外平行棒と平均台で大きなミスが続いたんですけれども、昨日は、はい、完璧な演技を見せてくれました。そうでしたですね、はい、何しろボギンスカヤに勝ったわけですから、相当当人も来年のオリンピックに向けて自信になったんじゃないかと思います。そうですね、はい、ヘンリエッタ・オノディは1m45cm、36kg、17歳です。世界選手権は個人総合で31位に終わっております。ということは失敗だらけでした。昨日は完璧です。なお畠田選手の2本目は 9.50 です。平均いたしまして 9.30 というのが畠田選手の跳馬の得点になります。現在のところ梶山さん、ボロパエフが 9.587 でトップですね。はい、なおボロパエフ選手はすでに2種目金メダルを獲得しております。まだユーオクユルが残っておりますので、さあ演技が始まりました。オノディです。ハンガリーの選手です。世界の一流選手です。非常に器用な選手ですから、はい、いろんな工夫した技が見られると思います。ここからですね、ええ、
後転跳びから2分の1ひねって前転跳びです。なるほどね、はい、ちょっとぐらついた感じもありますが、そうですね、一緒に方向が変わる技ですので難しいと思います。そうですね、はい、10センチがありませんもんね、はい、そこでまるで床運動のような演技を行うわけです。もう連続です。はい、コスチュームが綺麗ですね。そうですね、みんな昨日と変えてきてますので、はい、愛知県体育館はいつの間にか満員になりました。そしてフラッシュがたかれておりますが、ちょっと選手の皆さんの邪魔にならなければいいんですが、こんな安定した選手が世界選手権でミスがあるんですからね。思いがけないことでしたけれど、相当な重圧があるんですね。やっぱり特に平均台の場合は非常に精神的なものが大きく影響するので、うん、ああでしょうね、はい、落下しますとね、はい、今3回ひねりこの3回あったちょっとひねり切れたか。後方伸筋宙返りの3回ひねり降りであります、はい、ヘンリエッタ・オノディどうですか。はい、良かったと思います。あの着地も決まりましたし、昨日はあの一歩動いたんですけれども、あの今日朝の練習ではの着地まであの決めていく練習を何度も行ってましたので、その点はやはり狙ってきているなっていうところですけど、日本には先週の火曜日にやってまいりまして、一番熱心に練習しておりましたのはこのオノディとそれからルーマニアの選手でしたですね。はい、前日まであの投資練習を何度も行ってました。見事にそれが花開きまして、中日カップの個人総合ソース金メダルを獲得しております。なおオノディ選手は 9.837 従いましてボギンスカヤ選手が優勝を飾っておりますが、そのボギンスカヤ選手、体操の女王です。一つ平均台をビデオテープでご紹介することにいたします。左足は完全ではありません。そうですね、かなり痛いようですので心配です。今日は黒と白のコントラストの鮮やかな、ね、おっと前中上がり決まりましたね、はい、2番目に演技を行いましたボギンスカヤ選手。世界選手権はゼメスカル選手に敗れておりますが、実力的にはナンバーワンと言われておりますが、はい、この辺も鮮やかですね。そうですね、あのよく決まっていると思います。やはり立っているだけでも美しい選手ですので、その辺の表現力とかを見ていただきたいと思います。本当ですね、はい、もう雰囲気がありますもんね。貫禄十分だ、この人が女王だと言われても納得という感じがしますもんね、ただ彼女も個人総合は取れず、種目別も2つしか出ておりませんで、1つ目の種目取れませんでしたから、この種目はかけてるでしょうね。はい、表彰式が先ほどあったんですけれども、はい、待ってる間もずっと練習してましたので、平行棒での失敗が悔しかったんだと思います。そうですね、スベトラナ・ボギンスカヤ、ここから初めて見るんですけども、ターンの2回ターンですね、はい、初めて見たんですけれど、非常に重心の高い位置でターンが終わっておりますので、はい、床でやっているようで素晴らしいですね。今年の世界選手権はこの平均台で金メダルを獲得しております。最後は後方抱え込みの2回宙返りも決めております。はい、本来の出来ではなかったと思うんですけれども、はい、着地までまとめてくるところはさすが女王という感じです。ボギンスカヤ選手の平均台の得点は 9.862 で、平均台3つ目でやっと金メダルを獲得いたしましたボギンスカヤ選手であります。なお残念ながら床運動の方は棄権をしております。なお先ほどのユー・オクユル選手でありますが、2本目は 9.662 トータル 9.684 でこの跳馬優勝を飾っております。それではお知らせをご覧いただきます。発表いたしました演技に関しましては後ほどビデオテープで紹介をさせていただきます。床運動は残念ながらボギンスカヤ選手は出ておりませんが、ね、ミロソビッチからチュソビチナ、それからボンタシュ、オノディと、これも優勝争いが大変ですね。面白いですね、どんなふうにご覧になります。やはり床運動はタンブリングが命ですから、はい、タンブリングの高さ、スピード、あとはなんといっても女性らしい動き、はい、それが肝心ですね、はいはい。望月のり子さんは1984年と85年の全日本のチャンピオンで、海外試合も多数経験をしております。お母さんが、オリンピックの体操の選手ですね、はい、そしてお父さんが
私と同業でやりまして昔、スポーツアナウンサーをやってらっしゃったということでね、今回解説初登場でちょっと上がってるようですが、一つこの床運動からガッチリいきましょう。はい。さてこれから床運動でやります。この種目別っていうのは望月さん、はい、気分的にはやはりちょっと楽になるんでしょう。そうですね、やはり自分の得意な種目が残っていると思いますので。はい。トップバッターはミロソビッチであります。なお男子の方の先ほどの跳馬でありますが、優勝いたしましたのはユー・オクユル選手であります。そしてボロパエフ選手が第2位、カナダのヒバート選手が第3位に入っております。そして平均台の方はボギンスカヤ選手が優勝を飾っております。2位にはボンタシ選手ですね。それから3位がオノディ選手であります。後ほどまた詳しくご紹介をすることにいたします。さあ床が始まります。ミロソビッチ選手でやります。非常に脚力がある選手ですので、はい、床と跳馬を得意にしてます。世界選手権では種目別で4位に入っておりますミロソビッチでやります。日本は2回目です。この曲はギリシャの音楽だそうであります。テンポ宙返りからムーンサルト決まりましたね。はい。この選手は跳馬で優勝を飾っておりますので脚力はありますわね。はい。しかしちょっと線が細いですから、ダイナミックさという点ではちょっとまだもう少しですね。ああそうですか。はい。1m47cm です。小柄です。1回半ひねりからもう一度1回半ひねりの連続です。ちょっと曲の調子が変わりましたね。そうですね、はい、やっぱりこの曲のイメージっていうのも大事ですもん ね。ああ場内から手拍子です。いつの間にか満員になりました。名古屋にあります愛知県体育館です。呼吸を整えます。ミロソビッチ、ルーマニア。抱え込みの2回宙返り、はい、うん、全体の印象はどうですか。少し昨日よりは元気がなかったんじゃないかなと思うんですけれども、はい、無難にまとめてよかったと思います。なるほどね、はい、ちょっと疲れでも出てまいりましたか。ミロソビッチ選手はまだ15歳の選手であります。そうですね、はい、表現力をつけてまたルーマニアのエースになってくると思いますの です、ね、楽しみにしたいです、はい、これは最初の入り技のところですね。ビデオテープでご紹介しておりますミロソビッチ選手でございました。15歳です。持ち点がありませんで自由演技の一発勝負で、勝敗が決まります。すでに女子の方は最後の種目になっております。さてこれからご紹介いたしますのはオクサナ・チソビチナ選手の床運動であります。世界選手権でゴールドメダルを獲得しております。この選手も足が強いですから、タンブリング注目したいと思います。あそうですか、はい、この選手も1m48cm であまり大きくありませんが、どちらかと言いますと表現力というよりは技で勝負するタイプですかね。そうですね、全くボギンスカヤ選手とは対照的ですね。昨日も優勝候補に上がっていたんですけれども段違い平行棒で落下という大きなミスをしてしまいましたので、うん、はい、そうでしたですね、はい、世界選手権で床で金メダルを取りました。この人は、ウズベック共和国のタシケントというところから出ております。まだ16歳です。コーチの話によりますと大変脚力があるということを言っておりました。そして演技に勇気があるとこうも言っております。さてその素晴らしいタンブリングをご覧いただきましょう。お、伸身のダブル、はい、男子顔負けですね。2回ひねりから後転跳びのジャンプの連続です。女子はタンブリングは3本のシリーズでいいんですけれども、この選手は4本のシリーズを入れておりますので。曲はロシーニのウィリアム・テルです。
前を取りましたですね。これはムーンサルト。あの普通はあの抱え込む選手が多いんですけれども、はい、抱え込まずに行ってますので非常に難しいですね。最後のシリーズです。屈伸の2回宙返り。やっぱり素晴らしいですね、タンデミが ね、いい出来だったと思います。さすがゆかのゴールドメダリストという感じがいたします。チュソービチナ選手であります。あの先ほどもあの間があるとおっしゃいましたけれども、あの少し動きの面でまだまだあの表現力がありませんので、あのこれからそういったところが課題になると思います。なお先ほどのミロソビチ選手の得点は 9.737 でした。9.737 でスタートをしております。まあ、ただあのやはり私どもどうしてもボギンスカヤの床を見ておりますんで、はい、あのなんて言いましょうか、エレガントさと言いましょうかね、はい、優雅さと言いましょうかね、あのイメージがどうしてもありますんで比べちゃいますね。はい、あの今、女子選手の中ではトップだと思います。はい、日本の真田真紀子選手が登場してまいりました。真田選手の床運動というのはどうなんですか。そうですね、あの本人も一番得意な種目だと言っておりますので、あの楽しみにしたいと思います。はい、大学生になったんですね。はい、若い選手をどんどん引っ張っていってほしいですね。今度は真田真紀子選手の床運動をご紹介することにいたします。なんとか日本勢も一つ期待をしたいんでありますが、床運動の真田真紀子、得意の床運動であります。宙返りから3回ひねり、はい、で決まってます。ちょっとひねり切れませんでしたですね。はい、ちょっと下がりましたけれども、ね、大きな減点はではないので、はい、いい得点が、よく頑張りましたですね。そうですね、この1種目出場ですけれどもいい演技だったと思います。はい、立っているだけでも線の美しい選手ですので、日本の中では動きの上手な選手ですね。なるほどね。はい、その真田真紀子選手の床運動が終わりました。なお先ほどのチュソビチナ選手ソビエトでありますが、得点は 9.912 でトップに立っております。画面変わりました、こちらの方は平行棒であります。コロブチンスキー選手が登場して前の演技が始まりますね。ボンタシ選手であります。後ほどまたちょっとこの独創的なところをご覧いただければと思います。ルーマニアのボンタシが登場いたします。この選手も世界的な選手ですね、望月さん。はい、あのもうルーマニアのエースに成長しました。非常に女性らしくなりましたので、あのいい演技が見れると思います。はい、17歳です。この選手も床運動で今年の世界選手権はゴールドメダリストになっております。はい、個人総合では第3位です。今年はあの女子の方はあのゼメスカルこそ来ておりませんが、ボンタシュがいて、ボギンスカヤ、チュソビチナ、ミロソビッチ、それから中国のリエン、もう強豪ばかり勢揃いしましたですね。そうですね、かなりあのレベルの高い試合です。ボンタシ選手もあの足が強いですので、あのタンブリング見てみたいと思います。なお現在のところチュソビチナ選手が 9.912 という高い得点をマークしておりましてトップであります。 9.912 というのは相当に高い得点です。それに
クリスティーナ・ボンタシュが挑戦をいたします。チュソビチナ、そしてこのボンタシュの争い、まさしく世界選手権といった感じがいたします。ミニ世界選手権、もうオリンピックへの戦いは始まってます。伸身のダブル決まりましたね。あの練習では伸身のムーンサルトも見せてくれたんですけど、今日はちょっと使えませんでしたね。この曲が今年はアメリカのインディアナポリスで行われましたんで、アメリカの曲をいろいろと、ね、ミックスしてるわけですね。非常に楽しい曲です。会場から拍手も湧いておりますので、はい、昨日はこの床で 9.90 をマークしておりますボンタシュ、ルーマニアのエースです。非常にこのシリーズは難しい連続技ですね。はい、から手拍子が起こってます。思わず手を打ちたくなるような曲なんですね。そうですね、はい、非常にリズミカルで、ムーンサルトですね、はい、なんかムーンサルトが出てきましても、あっという間に決めてしまうような感じしますもんね。そうですね、非常に最後に使うというのは体力のいることですので、はい、さてどういうことになりますかね。これ今のところ 9.912 というのが最高得点なんですが ね、さらにもう一人オノディが残ってますからね、はい、これは最後のムーンサルトのところですね。難度の点では、はい、問題ありませんので、いい点が出ると思いますけれど、はい、というボンタシ選手はやがて得点が出ると思いますが、さてこの後に昨日の個人総合優勝を飾りましたオノディが登場してくるわけですが、植木アナウンサーから何かリポートがあるようです。植木さん、なんですがね、世界選手権の時には背中を痛めていたそうで、ただそれが今は完全に治ったんで、その世界選手権の時よりもずっと調子がいいと、ただその言葉の中にね、世界選手権の悔しさがにじみ出てましたね。でコーチがね、今日段違い平行棒で早くも金メダル取ってますけれども、絶賛してます。家が宙返りのですね、その技の大きさ、そして、まあ、着地の見事さ、最近の演技の中でもあれだけ大きな技が出たのはなかったんじゃないかと、そんなこと言ってましたね。それからトレーナーがね、柔軟体操などを見てまして、大変にこう体が柔らかいなってこと言ってました。それが先ほどの平均台などにも出てましたね、という植木アナウンサーのリポートでした。さてボンタシュの得点がまだ出ませんが、先ほどもご紹介いたしましたように、ソビエトのチュソビチナ選手が 9.912 でトップですが、どうでしょうか。今得点が出ます。 9.912 です。同点です、ね、同点ですね、はい、あとはオノディ選手の出来にかかっていると思います。ボンタシ選手も 9.912 です。同点になりました。さあオノディでやります。去年もこの中日カップに来日しておりますが、また雰囲気がちょっと大人びております。ハンガリーの選手です。このユタ運動も十分おなじみになりましたので、はい、テンポ宙返りから屈伸のムーンサルト、素晴らしいです、はい、これは3回ですね、はい、決まってますね、非常にタンブリングでも姿勢欠点といいまして、足の乱れも全くありませんので、はい、これはまたいい点が出そうですね。思わず場内からまた手拍子が起こりました。オノディ、12メートル四方を十分使って、そうですね、はい、1メートル45センチとあまり大きくないんですけれども、非常に大きく見えますこのオノディ選手です。屈伸のダブル、これはまた得点が大変ですね。これは素晴らしい演技ですね、
今のところクソビチナとそれからボンタッシュが 9.912 で並んでおりますが、オノディ選手の得点がどういうことになりますか。そうですね、難しいところですね。はい、なお今このオノディ選手の得点が出ますが、これスローでちょっとご紹介しております。はい、3回ひねりですね。3回ひねりですね。足が閉じてますし、着地もよく決まっていると思います。昨日はちょっとひねりきれないようなところがありましたが、はい、今日は見事にひねりきってますね。そのオノディ選手の得点は一つお知らせの後ご紹介することにいたします。ですが 9.950 が出ました。はい、出ましたね。追い越しちゃいましたね。はい、段違い平行棒に続きまして2つ目の金メダルであります。昨日の個人総合選手権と合わせまして3つ目の金メダルということになります。去年来日しましてね、そうですね、非常にミスが多かったんですが今年は完璧でしたね。そうですね、昨日と今日と2日間ともパーフェクトですので、はい、立派ですね。という、まあ、今大会の花になりましたヘンリエッタ・オノディ、ハンガリーの選手がこのゆか運動者ロースリースバーガー選手が鉄棒失敗しておりますので、これで見事に知念選手の金メダルで、知念選手は金メダルを取りました。今ご覧いただいておりますのは早くもゆか運動が出ておりますが、ボロパエフ選手が 9.775 でまず優勝しております。西川は第3位でした。それからあん馬でありますが、これはコロフチンスキー選手が 9.787 で優勝を飾っております。畠田が第2位銀メダルであります。各種目の成績をご紹介しております。それから月は、釣りは、ボロパエフ選手が 9.787 で優勝で知念の健闘が光ります。第3位です。それではその釣り輪のボロパエフ選手のビデオテープをご紹介することにいたします。とりあえず女子の